昭和から平成初期までは景気向上時は国民も肌感で感じられ実質賃金はバブル崩壊を経て1996年にピークをつけるまで右肩上がりで上がってきた労働者にとっては今より有利な環境が背景にあったのかもしれないが逆に言えばそれは経営層や株主から見れば不遇の時代だった裏返しでもある。 低賃金は国民生活より経済界を優先した結果そのため経団連はじめ財界は法人税率の引き下げや労働規制の緩和を政府に要求してきた歴史がある1994年から導入された小選挙区制により与党執行部の権力が増してピンポイントに効率よくロビー活動ができるようになったからなのか以降 企業が負担する法人税率はどんどん引き下げられ、雇用規制も働き方改革として緩和された。その間、国民が負担する消費税が直感比率の是正を理由に新設され、税率もどんどん引き上げられていった。因果関係はともかく、結果的に実質賃金は1997年以降、右肩下がりで、 特に直近では24ヶ月連続で下がっているその一方で企業は最高益の更新が相次ぎ両者の違いは鮮明だ歪んだ再配分によってもたらされた分断特に税制の変更が与える影響は大きい静岡大学元教授で税理士の湖東京至る氏が言う国民なら誰しも中学校の時に 税の役割は富の再配分と習ったはずです昭和の終わりまでは確かに企業や個人など所得が高いほど税負担が大きかった一方でこれらの節税のため経費や消費に回るお金も多かった中間層以下では税や社保などの公的負担が今ほど重くなく税による富の再配分機能が生きていて中間層の分厚い骨太の経済構造といって 良かったと思いますしかし今の税制は再配分とは逆で消費税と法人税の関係を見てもないところから取ってすでに余っているところへさらに配るような税制になっているのです税は本来儲かった企業や個人の余剰部分を課税対象とし結果的に格差を緩やかにして多くの国民が安心して暮らせる状態を 公平性や安定性とみて、それを実現するための再配分装置です。しかし、公平性が税率を指すといった間違った解釈をしてしまうと、余剰マネーが大きい富裕層や大企業ほど、再投資も含め格差はどんどん拡大してしまいます。その結果、価値の高いものの物価はさらに上がり、中間層以下の生活水準はどんどん貧しくなり、 結果として社会は不安定になってしまいます森永拓郎氏が直言その税率や公的負担についても公平どころかむしろ富裕層の方が安いと指摘するのは書いてはいけない日本経済墜落の真相の著者で経済アナリストの森永拓郎氏だ国民負担率は直近で46.1% 財務省が公表している数字です。一方で、大金持ちは資産管理会社を作っているので、日常生活の一部は経費で支払え、消費税分ですら、税額控除で還付されるので、支払わなくて済む。株の譲渡益なら20%です。これは、1億円の壁とも言われ、1億円を境に、所得が増えるほど、実際の税負担率が下がるとされ、 岸田総理は2021年の総裁選で壁の解消を訴えていたほどですが、未だ未着手です。実際の負担率は大金持ちの方がむしろ軽いのです。政治家は口では賃上げ要請など労働者に寄り添う姿勢を見せますが、実際の制度では結果的に企業やお金持ちのプラスになることしかやっていないのです。森永氏。 これでは国民が疲弊して経済が弱くなるのは必然かもしれない。格差拡大と言われて久しいが。これはたまたまではなく国が政策として作った制度がもたらした結果なのか。税制大綱は企業優遇のオンパレード。前出のことを税理士が続ける。毎年年末に発表される税制大綱を見てください。財政難易や 社会保障を理由とした国民への負担増に目が行きがちですが、実は企業向けでは減税や特例のオンパレードです。例えば、賃上げした企業に法人税を減免する賃上げ税制は安倍政権時代の2013年から導入されていますが、そもそも赤字企業には恩恵がなく企業にとっては 減税の恩恵分より賃上げの負担分の方が大きい。単純に業績が良く賃上げできる企業に節税の恩恵を与えているだけで。カツカツの中小企業には恩恵がないのに効果が不十分という理由でこの制度は拡大され続けています。省庁も企業向けの補助金ばかりでこれらの原資の大部分は国民からの税金です。国は 誰のために政治をやっているのか税収に占める法人税の割合は1988年には36%だったが2023年には21%にまで低下した企業は労働者の人的リソースでその活動が成立しているのに社会福祉の負担割合は少ないそしてその間安定財源だとして大幅に増税されたのが消費税だ 安定財源というのは徴収する国からの見方で取られる国民や価格転嫁が難しい中小企業から見れば苦しい時も容赦なく取られる極めて過酷な税です。にもかかわらず国はさらなる税率引上げを考えているのです。国は同じ一般会計に入る税であっても国民から取る税は財政難で増税は仕方がないと負担の論理を採用し 減税や給付は、貯金に回るからなどの理屈ですす。ぐに打ち切ります一方でただでさえ儲かっている企業には国際競争力のためなどと配慮の論理が採用されて減税され内部留保貯金に回ろうが量が足りないという理屈でむしろ拡大されます政府は税に対する基本スタンスを国民向けと企業向けで使い分けているのです 税制の扱いの差を見れば、国が誰のために政治を行っているか、よくわかります。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。社会の制度として優等性を優遇するのは、ある程度の理解ができるんだがやりすぎに思える部分も、ある。国の政策ってのは常に、上の方しか見ていなくて、底辺や、反社会祝に対しては全然理解がない。 そこら辺の手こいで徹底した方が、社会にとって大きな成長になると思う。少子化とかもそこら辺無視してたら何ともならんと思うよ。優等生は放っておいてもやることちゃんとやってくれると思うのでもっと下の方にスポットを当ててほしい。税制を見直すべき。企業は生産面を担う主体であるから、優遇するからには生産面を増強する目的がある。 これまで優遇した結果、生産が増強された事実があるのか調査すべき。また、家計は消費を担う主体だが、消費したいのにできない状況に陥っているのではないだろうか。生産だけして消費されないと、経済は回っていかない。企業と家計で経済が回るのが理想なので、これを目指すと、明確に企業から家計へ所得を移転する必要がある。 また日本企業は家計の消費先を海外企業から取り戻す努力をすべき消費税導入前までは増税や公的負担の引き上げへのハードルはものすごく高いものだったのに導入後は国会の審議すらやらないで簡単に上げられる状態になりましたよね財務省の内々で確定しているものも少なくないですしね目的税も 不要になったり重複しているのに廃止ではなくて名前だけ変えて継続しているのもたくさんありますよ簡単に増税するけどそれが何に使われていてどのような結果になっているのかが明らかになっていないのが腹立たしい海外への支援も大事だけど国民が納めた税金なんだから国を豊かにすることに使うのが大前提なはずもっと国民と付き合った政治をしてほしい